アルドリンは1970年代に多くの国で使用が禁止されるまで広く使われていた有機塩素化合物系の殺虫剤である。無色の個体で禁止前は種子や土壌用の殺虫剤として大量に用いられていた。アルドリンや関連するシクロジエン系の殺虫剤は残留性有機汚染物質としてよく知られている。毒物及び液物取り締まり法により、 激物に指定されている。ディールスアルダー反応によるアルドリンの合成アルドリンはディールスアルダー反応でノルボルナジエンにヘキサクロロシクロペンタジエンを付加させることによって製造される。同様にイソドリンとして知られるアルドリンの異性体はヘキサクロロノルボルナジエンにシクロペンタジエンを反応させることによって得られる。アルドリンは この種の反応の共同発明者であるドイツの科学者、クルト・アルダーの名前にちなんで命名された。1946年から1976年の間に、推定2億7000万キログラムのアルドリン及び、関連シクロジエ炎殺虫剤が製造された。土壌、植物表面、昆虫の消化器官の中で、アルドリンは酸化されて、より強い殺虫力を持つエポキシドのディルドリンになる。 関連するポリ塩素系殺中剤と同様に、アルドリンは高い使用性を持つ。水への溶解度はわずか0 0 2 7ラム l であり、環境中への残留性を深刻化させている。そのため、アルドリンは残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約で禁止されている。アメリカ合衆国では1974年に承認を取り消されており、EU でも 植物防護への使用が禁止されている。化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和48年法律117号第2条ににより第一種特定化学物質として指定されているラットの半数致死量は傾向で30から6 0ログラムであるが魚に対する毒性は非常に強くマスやブルーミルに対する半数致死量は 0.006から0 0 1ログラムである。ありがとうございます。